はい、今日はですね、皆さんに岡山ナンバーのカツカレーを紹介したいということでね、表町の方までやってきております。表町市の中心部、天満屋とクレドの間のこの歩道の地下にあるね、階段をね、降りていくとその先にあるレストランオリアンでございます。岡山といえばね、デミカツ丼なんか有名ですけどね、デミカツ丼よりはるかにこのカツカレーの方がね、観光客の方にはおすすめしたい、そして岡山県民にもっとこのカツカレーを知っていただきたいレストランオリアン。ちょっと大正レトロっていうかね、昭和レトロな感じのお店の中、ザ洋食屋って感じのメニューが並びます。その中でね、別に押されてるわけでもないんだけど、おすすめされてます。こちらカツカレー1400円、ね、3、2、1、ドン。このサイズ感です。これね、あの気づかず注文した人は絶対に後悔する。自分の前の席のなんかご夫婦もね、頼まれてるよね、苦しい顔で食べてでもね、まずくはないです。めちゃくちゃ美味しい。レトルトカレーのこれでいいんだよ感を倍ぐらい増したようなカレーです。あんま辛くないですね、甘口です。玉ねぎの甘みがすごくこう全体に染み当てていて、コクがあってとろみがあって美味しいんですけど、ただボリュームが激しい。あの濃厚なルーと熱いカツによってほぼ難攻不落のカツカレーです。大食い自慢の人もぜひ挑戦してほしい。ごちそうさまでした。なんでね、皆さんもしもよかったらね、試してみてください。オリアンのカツカレー、カツがライスの上に乗っとるというこのインパクト、ぜひ。